皆さんこんにちは。リポーターの伊藤彩です。今回の特集は伊勢市地域福祉計画、地域福祉活動計画についてお送りいたします。地域福祉ってよく耳にする言葉なんですが、どのようなことなんでしょうか。まずはどのような内容なのか詳しく聞いてみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。それでは福祉総務課の中川さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、伊勢市地域福祉計画、地域福祉活動計画とは一体どういったものなんでしょうか。はい、その前に現在の伊勢市の状況について、統計や住民アンケートの結果などを見ながら少しお話ししたいと思います。はい、よろしくお願いします。まず人口についてですが、この5年間で約3400人減少していますが、世帯数は逆に約1100世帯増加しています。数字からの考察では、核家族化、世帯の少人数化が進んでいることがわかります。こちらが高齢者の人口比率ですが、平成20年と平成25年を比べると約3ポイント上昇し 27.35% となり、また高齢者の一人世帯も8503人と増加傾向にあります。続いて、一人の女性が一生に産む子どもの平均数を示す合計特殊出生率ですが、伊勢市では平成23年度までは増加傾向にありましたが、平成24年度には 0.05 ポイント減少して 1.49 人となっています。このようなことから、伊勢市では人口減少、少子高齢化が進行していると言えます。また住民アンケートでは、普段の近所付き合いの程度をお聞きしたところ、回答者の約 50% が挨拶を交わす程度、付き合いがほとんどないとなっています。住んでいる地域で世代が違う人との交流があると答えた人は 22%、 困った時にすぐに相談できるところがあると回答した人は 18%、 困ったことがあっても誰かが支えてくれるは 24% でした。伊勢市には支援センターブレスや障害者総合相談支援センター福祉屋などの障害者関係の機関があるのですが、こちらの機関については全く知らないと回答した人が 73% でした。人口減少、少子高齢化、またアンケート結果からも少し心配な部分はありますよね。これから私たちがこの町で暮らしていく上で、どんなことを考えていけばいいんでしょうか。はい、とても大きな課題なんですが、伊勢市と伊勢市社会福祉協議会は、市民の皆さんが心豊かに暮らせるよう、お互いに支えたり支えられたりする関係や、その仕組みを作っていくための計画として、地域福祉計画、地域福祉活動計画を策定したんです。なるほど。地域福祉計画、地域福祉活動計画とは、市民の皆さんが安心して暮らしていけることを目指した計画なんですね。はい、そうなんです。この計画はいつできたんですか。はい、この計画は5年ごとに見直しておりまして、前回は平成21年から25年ということでした。伊勢市と伊勢市社会福祉協議会では、平成25年度に伊勢市地域福祉計画策定推進委員会の皆さんと何をやらなければならないか議論しました。また住民アンケートや市内9カ所で地域懇談会を開催して、住民の皆さんからたくさんのご意見をいただきました。まとまった計画案はパブリックコメントを実施して、今年8月に策定されました。なるほど。5年ごとに見直しが行われていて、今回の計画は平成26年度から平成30年度までの計画となるんですね。はい。それでは伊藤さん、はい、この計画が今なぜ必要なのかについて、伊勢市や伊勢市社会福祉協議会と一緒にこの計画策定作業を行った工学館大学山地勝文教授にお話を伺いましょう。はい、わかりました。それでは工学館大学現代日本社会学部教授の山地勝文先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
さて山地先生は地域福祉計画、地域福祉活動計画の策定作業に一緒に携わられたということなんですが、改めてなぜ今必要なのか教えていただけますか。では少し整理してお話をいたしましょう。お願いします。この伊勢市もですね、全国の高齢化の傾向、具体的には高齢化、少子化、人口流出が問題となってきております。高齢者の一人暮らしであるとか、あるいは老老介護など、地域が抱える課題が深刻化してきています。具体的にはですね、近所の付き合いが遠のいたり、地域の絆つながりが薄くなったり、誰がどこで暮らしているのか、誰が一体支援を必要としているのかが分からなくなってきました。さらにですね、町の空洞化が加速しております。自治会役員さんから民生委員、児童委員、それからボランティアの方々など地域で見守りを担う人材が減少し続けています。またですね、担い手の高齢化、関わりを持つ人の減少により、地域を支える人の後継者を探すのが非常に困難になっています。こうした現状が5年前と比べて顕著になってきたのではないかと思っています。さらにですね、国は社会保障の考え方を、公助、共助、自助という、まず国の責任でという考え方から、自助、共助、公助といいまして、自分のことはまず自分でというような考え方へと変わってきました。その国の考え方が明らかになった文書として、平成25年8月に社会保障制度改革国民会議報告書という文書の中にここが強調されております。つまりですね、自分たちが主張しなければ何も変わらないということを宣言されたような報告書になっています。さらに、3年半前のですね、東日本大震災の発生以降、大災害への備えに対する地域住民の関心は非常に高まっています。そういったことを考え合わせますとですね、このまちづくりを支えていく人材が非常に大きな問題になってきます。若い世代の方が住んでいる地域で安心して子育てをしながら生活できる社会、そういった人たちがこの人材の大きな宝になっていくのではないかと思います。地域福祉とはそれぞれの地域に暮らす人が安心して暮らせるように、地域住民や社会福祉関係者、また企業などの方々とお互いに協力連携して、地域社会の福祉課題の解決に取り組む、そういったことが必要とされる時代になってきました。私たちはですね、どんな小さな取り組みでもいいんです。それぞれの地域でできること、近所同士の付き合いや子ども、高齢者、障害のある方々も含む広い世代が身近な町で触れ合う仕組み作りがの再生をやらなければいけないと思っています。一言で言ってしまえば、地域の方々が危機感を共有してできることから始めよう、つまりそれをソーシャルアクションと言いますが、そういったことをやっていかなければならない時代になったのではないかと思い、そのことが地域福祉計画の中に盛り込まれていると言います。どうしてもこう皆さん何をすればいいかって難しく考えてしまいがちですけれども、本当に小さなことでもいいから、何か一つずつ一つずつ行動していくことが大事なんですね。その通りだと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さて中川さん、市民の皆さんが安心して暮らせることを目指すためには、今から取り組みを始めることが大事ということはよく分かったんですが、地域福祉計画、地域福祉活動計画の中で今までお聞きしたたくさんの課題解決をどのように考えているんでしょうか。はい、私たちは今回の計画を策定するにあたり、基本理念をみんなの絆と
地域の力で育む心豊かな町、生き生きと安心して健康に暮らせる伊勢市を目指して、都市基本目標は1、支え合い助け合いの町づくり、2、安心安全の町づくり、3、地域で支える子育ての町づくり、4、健やかで生きがいのある町づくりとしました。課題解決に向けた実際の取り組みについては、一緒に計画を策定した伊勢市社会福祉協議会へ伺って、具体的にどんな取り組みを行うのかご紹介します。はい、伊勢市社会福祉協議会にやってきました。それでは中に入りましょう。はい、それでは伊勢市社会福祉協議会、竹澤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。伊勢市社会福祉協議会地域福祉課の竹澤です。よろしくお願いします。お願いします。さて竹澤さん、伊勢市内ではたくさんの課題があるとお聞きしたんですが、地域福祉計画、地域福祉活動計画ではどのような解決策を考えているんでしょうか。はい、住民アンケートや地域懇談会でいただいた意見や策定委員会の議論を参考に次のようにまとめました。一つ目は市民への周知啓発です。福祉の制度やサービスについて知らない、わからない、どこに相談したらいいのかわからないなど意見が多く寄せられていることから、市や社会福祉協議会では情報の発信、周知方法を見直し、住民の皆さんに情報が行き渡るよう取り組みます。2つ目に担い手作りです。伊勢市ボランティアセンターが実施する各種講座や助成事業などにより、活動に参加できる人材育成、活動しやすい環境を整備します。地域ではできるだけ多くの世代に地域活動や交流への参加を呼びかけます。地域で活動する皆さんと地域の見守り体制の充実、見守る人の後継者育成を目指します。3つ目は連携の強化です。市や社会福祉協議会は自治会や地区未来会議、民生委員や地域で活動する団体が活動で困った時に気軽に相談できる体制づくりを目指します。4つ目は地域ごとの取り組みです。地域の活動を通じて見つかった課題の解決に向け、地域のみんなで相談し、取り組む時期、解決策等を議論し、取り組みやすい課題、緊急に対処しなければならないものから順に進める仕組みづくりを目指します。取り組んだ結果はみんなで進捗を確認し、その度合いに応じ見直します。5つ目は効果の確認です。市や社会福祉協議会は計画の内容が住民の生活にどう浸透したか、計画が実態に即しているか、新たな課題が発生していないかなど、地域懇談会やアンケート調査などを随時実施し、計画期間中の進捗を確認します。なるほど、地域の皆さんからいただいた意見をもとに、情報発信ですとか地域の連携を深めていくとか、いろんな形で取り組んでいくっていうのは分かったんですが、では具体的にはどのように取り組んでいくんでしょうか。それでは具体的な取り組み事例を挙げながら、市や社会福祉協議会、地域がそれぞれ取り組む内容を分かりやすくご紹介します。はい、これらは地域懇談会で地域の皆さんからいただいた意見をもとにまとめたもので、少しずつでも取り組んでいただきながら、地域の中の支え合い助け合いを進めていただけたらと考えています。現在も伊勢市内の多くの地域では、自治会や老人会、民生委員の皆さんが協力して防災訓練や一人暮らしの高齢者の方が孤立しないよう、会食会やふれあい生き生きサロン活動など実施して、
多くの方が参加しています。こういった身近で優先度の高い取り組みを継続しながら、見つかった問題や課題を皆さんで共有し、考えながら地域の触れ合いを深め、支え合い、助け合っていくことにつなげていきたいと考えています。なるほど。他の計画と違って、できる限り分かりやすく取り組みを市民の皆さんに知っていただき、ご近所同士の声かけや地域の触れ合いの場を大切にしていこうという考え方なんですね。はい、そうです。昨年、伊勢の町はお白石餅行事ですごい熱気に包まれていましたよね。市内のたくさんの方が、えんやーえんやーの掛け声で一致団結していたように、地域で団結して取り組んでいただきたいと思います。そうですね。さて今日は地域福祉計画、地域福祉活動計画についてお話を伺ってきました。中川さん、今後の予定は何かありますか？はい、たくさんの方に計画を知っていただいて、私たちが考えていることをご理解いただくために、今後は地域懇談会を開催したいと考えています。ぜひ自治会や地区未来会議の皆様をはじめ、地域の皆様にご相談させていただきたいと考えていますので、ご協力をよろしくお願いします。一つ一つ小さなことでもいいから取り組んで、少しずつ温かい伊勢の町を作っていけるといいですよね。みんなで頑張っていきましょう。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。